사건이 발생한 지 3개월이 넘는 시점, 경시청에선 합동수사회의가 열리고 그동안 수사에 책임을 맡고 있던 이만희 씨가 와가 A류에 대한 구속영장 청구를 요청합니다. 와가 A류에 대해 逮捕状 請求いたします. 같은 시각 와가 A류의 신곡 숙명의 콘서트가 시작된 이만희 씨는 피해자 미키 케니치와 사건 용의자 와가 A류 사이에 있었던 숨겨진 과거를 하나하나 파헤쳐 밝힙니다. 나ぜ 미키 케니치가 急に 도쿄에 行く 気になったのか? それは 旅館の 近くにある 시카리자니 2日も 続けて 出かけていることであります. 아, これですか? 全大蔵大臣と。 ええ、 田所さんは 三重県の 出身だから 選挙の時うちの社長が参謀長をやりましてね。前大蔵大臣田所茂樹氏、道夫人、それから令嬢の幸子氏、我が英領氏、これはかっこして令嬢の婚約者、田所氏の講演している作曲家とこうなっております。三木健一が感慨深く眺め、そして翌日再びその映画館に行って確認し、そしてついには突然の状況にまで至らしめたのは、 この左端にいる我が A領であります。いやいや、生まれてきたこと生きてることね。あ、22日東京に着、直ちに我がに連絡を取りました。ところが我がにとってはこのミキ健一は会いたくない。 여행지였던 이세 한 극장에서 와가 A류 본명 모토우라 히데오의 사진을 발견했던 미키 케니치. 다음 날 바로 도쿄에 올라와 와가 A류를 만났던 미키 케니치는 싸늘한 시신으로 발견되었던 것. 일가의 이만희 경부호より 본건의 용의자 와가 A류를 비공수료 시사해. 先月の 20日から 帰ってこないもんで 2週間 이상にも なんで 弱っちゃいましてね. 一応 경찰에 届けたんです. それが 身元不明の 雪倒れだったんですよね. 이만희 씨의 지시에 따라 와가 A류를 미행했던 요시무라는 행적인 묘연했던 다카키 리에코의 사망 소식을 알게 되고, 그녀가 조각내어 바람에 날려보냈던 피 묻은 하얀 셔츠의 주인이 와가 A류였음을 밝혀냅니다. 死にました. 다카키 리에코의 씨가 히니쿠니모 용의자와 리에코의 관계를 裏付ける 결과になったのであります. では、まず 我が 身分 出生から 申し上げます. 父は 서서히 드러나기 시작하는 와가 A류, 본명 모토우라 히데오에 숨겨졌던 과거. 모토우라 히데오. 더구나 모토우라 히데오가 3살의 時に 父親の 지오키치가 병이 났다 때문에 아오야의 부사가 도쿄를 사리, その後は 父親の 手一つで 育てられておりましたが, 昭和17年の夏、千代吉はこの生まれ故郷を捨てて旅に出て行きました。当時6歳の秀夫の手を引いて村を出て行ったのであります。 そして彼ら2人に故郷まで捨てさせたものは何でありましたでしょうか? それは父千代吉の病気、 当時としては不治の病と言われた雷病であったのであります。 불치병이었던 한센병에 걸려 아들 히데오를 데리고 순례에 나섰던 아버지 치오키치는
우연히 미키 케니치가 경찰로 근무하던 카마다케 마을까지 흘러들어오게 되었던 것. 흔히 오리던 아이입니다. 아유 그야, 病人の隔離の必要を強く感じたミキは村役場と相談の上とりあえず千代基地を村内の隔離病床に入れることにいたしました。노숙을 하던 모토우라 부자를 발견한 미키 케니치는 그들을 돕기 위해 나서고 それから数日後県の衛生部より国立療養所に入所させる旨の指示が届き 別れたはない。 これから大きにする肥料の将来に お前今まで通りにやっちゃってええと思っちゃうのか。 元浦、よく考えてみな。미키 케니치의 도움은 결국 모토우라 부자를 떼어놓는 결과를 낳게 되었던 것입니다. 取り残された秀夫を保護しながら養育してくれる特殊家を探しました。しかし父親の病気が病気のためになかなか引き取り手がなく、これほどの夫婦の情愛にもかかわらず放浪癖が身についてしまったのか、あるいは父親を慕ってその後を追ったのか。するとその失踪した元浦秀夫がどういう経路を経たかはわからないが、とにかく大阪へ出て我が映像に拾われて店員になった。昭和23年に至って戸籍面の捜索により我が営業になりました。이후자신의신분까지세탁하고我が営業라는이름으로현지의위치에도달한모토우라히데오。蒲田のトリスバーでの出会いは2度目であったと思われます。ではなぜ二度目の出会いまで作ったか。それはミキが我がに対して余命いくばくもないその父親元浦千代吉に会うことを強く希望、いや主張してやまなかったからであります。何？元浦千代吉が生きてる？はい。元浦千代吉さんですね。はい。
こういう人をご存知かどうかと思いまして。捨てした親と子だよ。捨てよ。わしはおめえの首に縄つけてでも引っ張ってから。ここへ一緒に。捨てよ。千代吉との文通は約24年間。そしてその内容は。ほとんど千代吉の意思、秀夫に終始しておりまして。秀夫は今どこにいるんだ。死ぬまでに会いたい。一目だけでもいいから会いたい。20여년만에히데오를다시만났던미키케니치는아직살아있는그의친부모토우라치요키치와의만남을강력하게주장했고유명한음악가로명성을쌓은히데오는한센병을앓고있는아버지와관련한숨겨진자신의과거가드러나는것이두려워미키케니치를살해하기에이르렀던것와가에류에대한체포영장이발부되고영장을들고와가에류의신곡숙명의공연장을찾은이만희씨와요시무라형사이만희사와가와치유안이아이타갔단데시오네そんなこと決まっとる今彼は父親に会っている。彼にはもう音楽、音楽の中でしか父親に会えないんだ。사건은그렇게안타까운결말로막을내립니다。일본의국민작가로추앙받는사회파추리소설의대가마츠모토세이초의원작을바탕으로만들어진1974년작물의그릇이었습니다이영화를연출했던노무라요시타로감독은40여년간의영화인생을통해마츠모토세이초작가의소설을7편이나영화화했고세번째영화였던물의그릇은흥행성이낮다는이유로대형영화사에서모두거절을당하고자신의영화스승이었던구로자와아키라감독까지도시나리오를읽은후악평을쏟아내자자신이직접영화사를세워제작과연출을맡는뚝심을발휘하며다음해인1975년일본의유수영화시상식과모스크바국제영화제에서감독상과각본상을휩쓰는기염을토합니다1960년요미우리신문연재소설로발표됐던물의그릇은현재까지한편의영화와7편의 TV 드라마로도만들어졌고특히2004년에제작되었던11부작드라마와2011년에제작된2부작드라마가일본드라마팬들사이에선여전히역대명작중하나로손꼽히고있습니다긴시간시청해주셔서감사합니다변두리였습니다